はい、どうもこんにちは、健康診断の結果が良かったバシーとミクです。はい、さあ本日はですね、マジカル未来のまたね、グッズの展開が出てきましたんで、ちょっとそちらの方ね、見ていきたいなと思います。はい、新しいグッズが来ましたね。オフィシャルグッズの展開がね、うん、何が出るのかなっていう感じで見ていきたいんですけども、まずエコバッグ、デスクマット、それから特大アクリルスタンド、A3 マット加工ポスター3枚セット、うん、でそれから、スリーブと、オーロラキーホルダー、テンスアニバーサリーひんやりビッグサマーケット、それからタペストリーの計算バージョンと、なんて読むんだろうな、これでカリスさんかなバージョンと、それから、キャップ、T シャツが3種類で、それからタオルとショッピングバッグと、ハッピーで、メインビジュアルバージョンが出ましたね、やっぱりね、はい、でそれからミニのぼり、サコッシュ、サコッシュストラップ、テンサーにまずアクリル時計、それからピンズコレクション、ロゴアクリルキーホルダーにお守り風チャーム、銀テープホルダーの大阪と東京バージョン、シリコンバンドと、連結アクリルキーホルダー、それからミニトラック、ツインテールフードタオル、ペンライトはここまでは見たかな、うん、はい、という感じに出てきましたね、うん、いや、いっぱい出てきたね、またね。いやー、これはお金が吹き飛ぶ吹き飛ぶで、特に今回僕が欲しいなって思ったのがこのピンズコレクションなんですよね。うん、値段がめちゃめちゃ高くて1万1000もするんですよ。いやー、これはでも欲しいよねー。各マジミラの、なんだろう、ロゴみたいな感じになってて、めっちゃかっこいいし、かわいいし、みたいな感じで、うん、いいことずくめだよね。これはぜひとも欲しいところで、こんな感じの、なんか、本みたいな形についてくるみたいですね。で、開くと、っていう感じなんだろうな、きっとね。うん。いや、これは欲しいね。ただ価格が1万1000円。いい値段するんだよね。一緒についてくるこれはクリアファイルか何かなかな。ちょっとこれはわかんないんだけど、中開くと、あれかな、見れるっていう感じなのかね。まあちょっとわかんないんですけども。はい。で、いう感じに展開がされました。ランダムとしては、あとなんだろう、あとどこだ。これと、あとラバーのあれがあったよね。あ、それはないのか。あ、ただこれこれこれ、シリコンバンドですね。うん。で、あとは、連結キーホルダーぐらいなのかなと思います。はい。お財布事情も考えるとなかなかに厳しいところではあるんですけども。ね。これが7月の11日まで、事前通販をやるみたいですね。うん、事前通販のページがこちらになります。はい。で、事前通販の方を見てみると、もうすでに売り切れになってるものがいくつかあって、加工ポスターと、それからタペストリーの、カリスさんバージョンがね、もうなくなってる状態です。うん。で、新たにこっちの方に追加されたのは、オフィシャルアルバムをはじめとしたこの編入って書いてあるやつですね。うん。っていう感じになってます。はい。で、一応こちらのページ、動画のね、説明欄には貼ってはおきますけども、もうすでに、売り切れになっちゃってるものに関しては、入荷するのかどうかするのもわからない状態なので、入荷はしないのかな。注文確定の取り消しを知らない方法の変更、ご注文の追加と内容の変更を受け止まることができません。特に追加するみたいなのはなさそうなんですけど、ツイッターの方ちょっとチェックしてみよっか。はーい。はい、ちょっと見てきました。今のところ通知としてはなさそうです。なんで、今のうちに買っちゃっといた方がいいのかなっていう感じがします。幸いにも僕が欲しいなって思ったものはまだ売り切れにはなってないみたいなので、おそらく、これは人気が出るだろう、これは売れるだろうって思ってるものは、在庫は比較的多めに取ってあるのかなというふうに、予想をつけておきます。うん。まあ、なんで、例えばなんですけど、タペストリーの計算バージョンだったりとか、特大アクリルスタンドだとか、あとはそうだね。この辺も多分余裕があるんじゃないかな、このランダム系に関してはね。一人10個までとか書いてあったからね。うん、ランダムのに関してはそこまでね、警戒しなくてもいいのかなって感じはしなくもないんですけども、ピンズコレクションとかもちょっと数としては不安だよね。値段が値段だからそう簡単に手をつけられるものじゃないからっていう理由でね、まだ残ってるのかなっていう感じがしなくもないです。あとはフルグラフィック T シャツのね、あ、ごめんなさい、ハッピーですね、なんかも多分在庫は多めに取っては置いてあるのかなとは思います。はい。
右登りも来ちゃったからな。後で買っとかないとね。はい、という感じになってみたいです。うん。追加が来るかどうかはね、ちょっとツイッターの方を、各自でチェックしていただくにしても、うん、まあ、早めに買っておくことに越したことはないのかなと思います。はい。で、こちらのね、グッズが買えるページは、動画の説明欄に、URL をね、貼っておきますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。はい。というわけで、マジカル未来のね、2022ですね、のグッズの第2次中販、通販がね、始まりましたの、動画でした。紹介しなばしと、ミクでした。はい、またねー。またねー。ミクと、ミンと、バシーから、お願いです。チャンネル登録、グーダの評価。お願いします。ツイッター、インスタグラムをやってますので、フォローお待ちしております。それでは、バシーと、ミクと、ミン、チャンネルを、お願いします。